今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うわ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット、日本円にすると30万円だよ。ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。私消耗品を買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。無駄遣いをしてはいけませんよ。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさん。その2。おじさん、しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ目覚めが悪いってもんだ。はあ、バザルト・ジョーさんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間でバイバイしてないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはマザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかい焼いちまった。だっておかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。確かに
銃好きに悪い奴はいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいい奴さ。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。おっと、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、アバよ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。 GGO らしいカンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね、GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれたんだ、ありがとう。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし。ああ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ。呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね、冗談だよ、半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど、もしよかったら理由を教えてくれないかな。君は理屈によらず動くことができるのか。失礼、まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしようか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。いいじゃない、早速行ってみようよ。
お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか？こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ、この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化するなら声かけてね。もちろん手数料はいただきますけど。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO をやっていたの。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ちわかります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。あ、ピナは私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけじゃないし、GGO だと戦闘にコストをかけたいってプレイヤーの方が多くて。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになるよな。俺もこの銃弾で昼飯代だなとかついつい計算しちまうし。そうなのよ、レアドロップを狙いに行くのもコストがかかるし。同じレアものだったら GGO のプレイヤーは武器を取るわね。あとペットって何よりも費用がすごくかさむらしくって、完全に高レベルプレイヤー向け、やり込み要素らしいのよね。そういえばピナがいつもよりたくさんご飯を食べるような気が。ピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノノンの狙撃の腕前はトップクラスよ。 3000m 先の標的に当てちゃうんだから。 3000m？ ありえない。普通はせいぜい 1000m 先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為ですね。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いていたけど。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きま
ました。ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけど、アファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れて行くためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので、いろいろと教えてください。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。 AI って聞いて驚いたけど、キリトさんたちの家族なんだね。よろしくね、ユイちゃん。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あくまでも前のゲーム、それもシステム上の話だけどね。 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ俺たちも紹介してくれよ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、初っ端から扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイスとミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装されるそうだ。俺も近いうちに手に入れてみせるから、レクチャーしてくれよ。最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライン。このメンバーの要、頼れるお兄さん、ムードメーカー。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線を一身に集めるのがこの俺。ちなみに絶賛彼女募集中。クライン、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれんのよ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにいるのはこれで全員かな。他にも仲間は何人かいるけど、今度また紹介するよ。キリトさんのスコードロンの名前はなんていうの？スコードロンは作っていないんだ。狩りに行くときとか必要に応じてパーティーを組んではいるけど、みんな付き合いの長い連中だから、スコードロンのシステムはあまり必要ないかな。まあ今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだ。だからガンゲーの GGO に興味があってさ、みんなも来るって言うからまとめてコンバードしてきたんだよ。でもキリト君はここでも剣を使っているけどね。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ本題を言ってないよ、キリト君。まあそうだった、君は GGO に来て日も浅いだろ。よかったら俺たちがシステムやスキルについて説明するよ。この前のパーティーはとっても楽しかったから、みんなあなたたちと仲良くなりたいなって思っているの。だから気軽に話しかけてくれると嬉しいな。よかったじゃない。 GGO は独自のシステムが多いから、いろいろ教えてもらいなよ。仲間は街にもいるから、見かけたら話しかけてみるといい。面白いネタが聞けるかもしれないぜ。俺は SBC グロッケンを案内するよ。ここは迷路みたいに複雑な場所もあるからな。裏道から変なショップまで全部教えるぜ。あ、ごめんね、私がもう案内しちゃった。
変なショップは知らないけど。え、そうなのか。参ったな。俺はあんまりクラフト系のスキルは持ってないし。あ、カジノにでも遊びに行くか。この間あるゲームで大儲けしてさ。キリトくん、変な遊びを教えちゃいけません。あ、わかったよ。それなら総督府には行ったかな。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末、ターミナルの使い方はまだだよな。早めに覚えておくといいぜ。大会やクエストの受注とか何かと。よし、決まりだ。俺についてきてくれ。